どうしてお店の前に塩が置いてあるの？なるほど。これはですね、日本でもえって思うとか知らない方がたまにいたりするんですけども、塩は浄化作用がある悪いものを退ける、魔除けとか厄除けっていう効果があるとされていて、お店の前に置いておくと悪いものが来ないっていう、昔平安時代からそういう風に発達してきた文化になります。平安時代だと塩をこう持っておくと牛舎っていうのがそこに泊まって高貴な人を家に入れることができるみたいな文化があったらしくて、そういった文化が脈々と受け継がれていて、商売やってるお店だと悪いものがなるべく来てほしくない、商売繁盛してほしいっていうところからですね、一般の家庭でもやってるところあるんですけども、大体やっぱりお店で日本らしいお店、和食だったりっていうようなお店でそういったところがよく見られる。